ってます。で、ここ電話橋意外と撮影時間長かったやん。ここで撮ればよかった俺は。何これ、裏を閉めました。しかも撮ってる人少ないし。名古屋、はい、今名古屋さんが言った。嘘、今名古屋さんがなんか紙を持ってた。よく見たら NONSOBヘミさん、ヘミさん、あの、僕ら、あの、とんでもないショックしまし、ミスを犯しました。これ停車時間長かったんですよ。ここで撮ればよかった。100%、これ何の意味だか。おー、起こしたね。できましたよ。トーマス、これ。ノンストップの最後。そう。起こしたね。これ撮ってるわ。乗ってはいないんですけど、リクタキ工事だけ待っておりました。じゃあ、戦闘線で 50% ですか。80に上がってる。あれ、20%も違う。急に上がるか。昨日、どっちやってる。勝てた。どっちやってた。今、勝てた。どれやろ。で、ここ。これ何やって、下に置けた瞬間、足首で。今日は。JR 車と地下鉄、長堀、鉄道魅力支線は通りから普通に上からこうやったら京橋の次は駐車島に停まります。あれでこうやったらこの電車は1時行きです。京橋から駐車島まで途中の駅では止まりませんので気をつけてください。だってあれ知ってる、変革京橋の次は駐車島に停まります。足元がドッジボールでやるとか逃げる、逃げるときにいいときにボールはキャッチして連動ビームで当てる。なあんなとこにこうなのかな。え、あのね、本当に当たらないところにただ練習するって思ってるやつは不安です。そこしてから後ろに後ろがれるんだよ。だから撮ったら後ろに付けたくなるんだけど、最近新しいのかな。特に飛んで足から着地して手から着地して京橋、京橋JR 線と地下鉄、長堀、鶴見緑地線は届きたいです。玄関ボールへお越しのお客様はこの駅でお越しください。一番線2つで京橋の次は駐車島に停まります。大体臨時って一番線ね、よく見た駐車島まで途中の駅には止まりませんので気をつけてください。ここや2番線が意外と、いや、曲がってる、曲がってんな、やっぱり一番線か。このまま B 線発してほしいな。いやいや、B 線しょうがない。あ、でも駅いっぱいある。ちょっと待って、駐車線は走らない予定。走あれは走らない予定。あれはレベルが下がってるから、ダブルデッキが上がってるから。そこでテレビか。なあ、俺なあ、今何時や。いや、俺どうしよう。それ音声じゃん。右側の右側はいます。違いで入ってきたぞ。ほら、駐車場って書いてある。あ、というか、各駅停車1番線で、2番線で、こちらを閉めます。ご注意ください。多分な、今各駅停車行ったら多分 A 線やな。みんな、それ面白いこと教えてあげようか。乗車率結構変わった。乗車率減ったら